どうもしゅんです。こんにちは。どうもこんにちは、しゅんダイアリーメンバーのしずです。はい、ということでですね、今回は豊丸さんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。豊丸と申します。はい、パワポ芸人という名前でですね、ツイッターなどで活動してたんですが、パワポの資料作成の情報発信がちょっとすごい反響いただいてですね、勢い余ってサントリーを辞めて治療の会社を作ってしまったという、ちょっと変わった人間でございます。はい、東京出身です。いやいや、聞いてないそれ。今回の動画はですね、新社会人およびビジネスパーソン向けの動画なんですけども、パワポとか Google スライド使うことあると思うんですけど、資料作る上でもあんまり得意じゃないっていう人いると思うんですけど、まあ僕もそうなんですよね。今回は豊丸さんにいいパワポを作るコツをお伺いできたらなと思ってます。はい、ちなみにしずちゃんは得意ですか？全く得意じゃない。最近、はい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 、ピッチコンテストとか出るときに、ね、スライドを強制的に作らなきゃいけなかったりして、はいはいはい、絶望的にデザインが微妙だっていうところを社内の課題としても上がって、はいはいはい、今回豊丸さんにちょっとご相談したいなと思ってます。はい、パワポのプロフェッショナルということで、はい、今回は僕のピッチを聞いていただいて、でそのパワポ資料を添削していただけたらなと思ってます。はい、やってみよう。僕ら の会社の事業内容と、なんで旬ダイアリーをやってるかみたいなところを皆さんにお伝えできたらなと思ってます。はい、この後それをブラッシュアップしたものを使って、僕がプレゼンをするので。あー、めっちゃいいですね。そう、僕がしゅんくんになりきってプレゼンをするので、なんかこうどの辺が変わりそうかなみたいな、全然直せそうだなみたいなところを意識して聞いてもらうとよりいいかと思います。いや、確かに。じゃあ皆さん審査員になった気持ちで聞いていただければと思います。じゃあしゅんダイアリーの説明をさせていただきます。株式会社ダイアリーの、まず自己紹介をさせていただきます。株式会社ダイアリーという、会社をやっている福田俊と言います。僕は今、まあ、一応金沢大学という石川県の大学を休学していて、就活生向けに YouTube チャンネルを運営しています。で、もともとなんでこのチャンネルをやってるかっていうところのお話から進められたらなと思ってます。まず最初に僕大学1年生の時に仮面浪人という、大学に行きながら、他の大学を目指すという仮面浪人っていうのを行ってました。で、その根底にあるのは東京コンプレックスがあったからです。具体的に言うと、もう中学生ぐらいの時から東京に行ったら何かが変わると思ってたので、どうしても東京に行きたかったんですよね。で、たまたま、受かったところが石川県の、そのまま金沢大学だったんで入学したんですけど、その仮面浪人、どうしても東京に来なくて、仮面浪人1年間頑張ったんですけど、失敗しちゃって、その失敗して、地方にいてもなんかできることがないかなと思って YouTube を始めました。はい。で、そのまま大学、2年生 YouTube やって、3年生になったタイミングで、自分自身が就活生になりました。で、就活生を、になって就職活動したはいいものの、全然うまくいきませんでした。で、大学3年生の時も東京にどうしても行きたかったので、毎週のように夜行バスに乗って、OB 訪問とかインターンに参加したりしてたんですけど、やっぱわざわざ行くの大変だなっていうところと、全然受かんなかったんですよね。で、すごい挫折をしました。で、就職活動してる時に、これわざわざ夜行バスに乗って面接を受けに行ったりとか、OB 訪問わざわざ行かなくていいんじゃないか、動画にすればいいんじゃないかと思って、就活チャンネルを始めました。それが、まあ、旬ダイアリーの最初の、スタートです。就職活動、僕自身がやる中で一番重要だと思ったことは、自分のことを知ることと、仕事の選択肢を知ること、と、受かる方法を知ること、この3つのステップが大事だなと思ったので、この3つの基準に沿ってコンテンツを制作しています。で、若者向けの旬ダイアリーというチャンネルを運営してます。で、10分で学べて、就活を楽しめる、どうせなら楽しもうっていうところで、楽しめるコンテンツを提供しています。で、僕、就活チャンネル今もやってるんですけど、結論就活しまくった結果、就職してないんですよね。自分で、これ会社やった方がいいんじゃないかと思って、就職はしませんでした。で、なんでかっていうと、いろんな大人の人とか、いろんな企業を見る中で、まあ魅力あるけど知られてない企業がたくさんあるっていうことを知って、いろんな人に会って、これ自分が、その主体的に生きるってなった時に実現できる場所はどこかの企業に入るわけじゃなくて、その環境を自分で作った方が自分にとっての幸せは追求できるなと思ったので、就職しなかったです。で、それは僕はその旬ダイアリーチャンネルを通じて自分の人生を自分で切り開く人を世の中に増やしたいと思ってるので、なぜなら人の幸せは何かに夢中になることや、成長することや、主体的な行動によって決まると思っているので、それを実現できる環境の選択肢を広げて、行動するきっかけを提供したいなと思っています。
会社を作りたての時は、初めて資金調達のっていうのを行いまして、株式ではない形でクラウドファンディングと石川県の商工会議所、青年会議所に行ってプレゼンをして、なんか肩叩き券とか、なんかいつでも呼び出し券とか売って300万円ぐらいを集めて会社を作りました。で、就活イベントとかも最初やったりしてお金を集めました。で、何をすればいいか分かんないんですけど、3年間働きまくりました。はい。で、この2067という数字、皆さん何の数字だと思いますか？これは、旬ダイアリーチャンネルの、3年間で、非公開動画も含めて上げた動画の本数です。ショート動画も含めます。はい。この、動画をひたすら作り続けて、預金残高2万円くらいまでに、なりました。で、結果的に、就職領域のチャンネルで日本で一番の規模感のチャンネルになりました。まあ、まだまだなんですけど、日本一の規模感になったってところと、それに付随する旬ダイアリー .com という、就活サービスをちょうど去年作りまして、会員数が2万人を突破し、ちょうど去年の末に、ベクトルという会社、ジョブ TV を運営しているベクトルという会社に売却をしました。はい。キャリアかけるコンテンツっていうところで、戦いたいなと、今、現在進行形で思っています。同時に、東京コンプレックスなくなったんですよ。僕、東京住んで4年目とかなんで、東京コンプレックスなくなったんですけど、世界コンプレックスっていうのに陥りまして、具体的に言うと、ちょうど去年インド行ったんですけど、同い年の子たちが、やっぱとんでもないハングリー精神で、すごい、頑張ってるのを目の当たりにして、これ自分全然ダメだなとか、自分よりすごい人世の中に死ぬほどたくさんいるんだなっていうのを、まあ日本的にも思ってるんですけど、海外に行って特にもっと強く思ったっていうふうに、っていうところをきっかけに、インド向けの就活チャンネルを、最初買収からスタートして、今、マハラジャパンというチャンネルを運営しています。このチャンネルは 98% がインド人の視聴者で、特に18歳から24歳の Z 世代の視聴者さんが、多くを占めます。で、ここでも、インドの IT 人材の方が見たいコンテンツを上げています。で、キャリアかけるコンテンツかけるグローバルっていうところで次は戦いたいなと思っています。で、我々としては、キャリアのメディアで世界一になりたいっていうところがあるので、キャリアのメディアでその領域で一番のポジションを取って、それに付随する事業をたくさん作るっていうところを、やりたいなと思っています。キャリアっていう領域で、一番になりたいなと思ってます。コンテンツの力で、日本からグローバルで戦える企業を作るっていうところは、自分たちがまずグローバルで戦えるっていうところを、一つのマイルストーンに頑張りたいなと思っています。はい。ということで、これ自分たちがというよりは社会にとって、価値を残して、いろんな人を幸せにする、事業を作り続けたいなと思っているので、まずはキャリアという領域のメディアを、でやりきって、世界で戦える会社を作りたいなと思ってます。以上です。素晴らしい。暑いですね。暑い。すごいいいプレゼントだと思います。ありがとうございます。はい。旬ダイアリーとかダイアリーはもうシンプルにやってることがすごい熱いし、はい、ファッションが伝わってくるし、実績もあるので、資料云々の前に、実績と伝えるメッセージがすごく明確なので、すごくいいプレゼンだなと思います。ありがとうございます。はい。ただ、まあ代表である旬くんにはですね、はい、いろんな方面でね、はい、もうちょっと改善できる点があると思うので、はい、僕の方で、資料をちょっと作り変えております。おー、すごい、ありがとうすぎる。丸く作っておりますので、かつ、多分、しゅんくんは、スライドのデザイン云々ではなくて、多分、情報整理とか、話し方の部分でも多分改善点がいっぱいあるので、まあ、ちょっと一旦、豊真似がどうなるかっていうのをプレゼン含めてやってみたいと思います。はい、それでは内定に一歩近づく、就活動画メディア、しゅんダイアリーの紹介をさせてください。まず自己紹介です。私、株式会社ダイアリーの代表取締役、福田俊と申します。97年、石川県金沢市出身で、今は旬ダイアリーという、まあ、12万人登録者を超える、新卒特化型の YouTube チャンネルの、運営する会社の代表をしています。なぜこの旬ダイアリーっていうチャンネルを今運営することになったかっていうと、僕もともと金沢大学に進学しました。地元の金沢大学に進んだんですが、ちっちゃい頃からずっと東京コンプレックスを持っていて、東京に行きたいなってずっと思っていました。なので、金沢大学の中で、早稲田に憧れて、早稲田行きたい仮面浪人をしたんですね。金沢大学に進みながら受験勉強をしたんです。なんですけど、やっぱり落ちちゃって、金沢に留まることになりました。すごく残念で、やっぱり東京コンプレックスあったので、まあ地方でもできる YouTube を始めてみました。
で最初はもう本当に何でもありいろいろやってて、ポップコーンブロを作ったり、豆腐6キロ10キロ作ったり、1週間豆腐生活したり、いろんなことやってたんですけど、だんだんこう自分が就活をする時期になったら、自分がこう地方から毎週のように深夜バスで東京に行ったり、で、東京の就活をすると、就活がしんどすぎる、難しすぎるなっていう原体験がすごくあって、だんだんそのチャンネルのトピックも、就活でもシフトしていきました。で、いろんな人に直撃して、会わせてもらったり、話を聞いたりしているうちに、だんだんいろんな人がファンになってくれて、チャンネル登録数もすごく増えてきました。自分が就活している中で、だんだん自分就活のチャンネルやってたんですけど、徐々になんか自分がなんかもっと主体的に行きたいな。自分自身、自分らしく主体的に行きたいなっていうふうに思うようになっていって、さらに言うと、なんか自分だけじゃなくて、世の中にもっと主体的に生きる人を増やしたいなっていうふうに思うようになりました。で、じゃあそれどうやったらできるかって思った時に、僕ずっと就活、就職したくて就活やってたんですけど、もういっそ就職しないで、これ会社作った方がいいなというふうに思って、起業を決断しました。で、一番最初、クラウドファンディングで、200万円集めて、最初はもう肩たたき券を見ますとか、もうそんなリターンとかでお金集めたり、あとイベントを開いたりして、お金を集めたりして、なんとか、会社として、成立するようになって、これも2067っていう数字があります。これを僕がもともとすごく頑張ってた期間に関する数字なんですけど、豊丸さんと何の数字がありますか？作った動画の本です。あ、すごい。僕分かりましたね。そうなんですよ。はい。3年間の中で、ショート動画も含めて、非公開動画も含めて、2067本の動画を作るぐらい、めちゃくちゃ頑張りました。それが頑張ったんで、預金残高が2万円になるっていう、やばい瞬間もあったんですけど、その回もあって、今では旬ダイアリーは登録者12万人、月間200万人の学生が見てくれていて、月間視聴回数は1500万回を超える、新卒では1番のメディアになりました。で、10分で学べて、いろんな形の就活を楽しめる動画を提供しています。で、大きく3つのコンテンツで動画を作っていて、これは僕の就活の中での体験に基づくカテゴリーなんですけど、まず自分のことを知ろう。そして仕事について知ろう。で、受かる方法、テクニックを知ろうっていう3つのカテゴリーで動画を作っています。で、いろいろメディアの出演も、取材とか、あと、配役とか記事なんかも出させていただいていて、おかげさまですごくいろんな方に知っていただいています。で、旬ダイアリーのサービスの登録も2万人を突破して、どんどん伸びています。事業の売却も経験するなど、事業としてすごく今伸ばしている状況です。で、今は、このキャリア×コンテンツという領域で、1位を取りたいというふうに思って、頑張っています。もしくは頑張ってきました。で、最後に未来の話をさせてください。僕もともと東京コンプレックスずっと思ってました。でももう今東京に4年間住んで、だんだん東京コンプレックスなくなってきてます。逆にだんだんふつふつと湧いてきたのが世界コンプレックスです。もう日本からもっと世界に進みたいというふうにすごく強く思ってます。目指すのはグローバルの就職市場です。日本のネット就職転職市場だけではなくて、15兆円のグローバルの市場を今見て頑張っています。で、まずは、国として成長著しいインドをターゲットにしていて、実は昨年インドに実際行きました。で、いろんな人と会う中で一番思ったことは、同世代にまだまだものすごい、すごい人がいるんだなってことを強く思っていて、実はインド人向けのチャンネルを、去年買収しています。で、チャンネル登録者は15万人で、98% がインド人の若い Z 世代です。で、インドの IT、特に IT 関連の若い人たちが見たい動画を発信して、こっちも旬ダイアリーと同時に、どんどんファンを増やしています。なので、もともとキャリア×コンテンツっていう2つの掛け合わせで考えてたんですが、今はこれに加えて、グローバル。キャリア×コンテンツ×グローバルの事業を作っていきたいと思っています。そして、将来的には、まずは、旬ダイアリーのマハラジャパンをはじめにして、世界一のキャリアのメディアを作って、世界一のキャリアの人材のデータベースを作っていきます。それによって、様々な新規事業を作って、最終的には、世界で戦える企業を作りたいというふうに思っています。世の中に主体的に生きる主人公として生きる人を増やすために、ダイアリー、旬ダイアリーは今後も成長していきます。ぜひ応援いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。すごい投資したいすごすぎる。正直、しゅんさんの発表を見て、もう熱量あるし、うん、もうめちゃめちゃ十分だと思ったんですけど、もう最初の東京コンプレックスの資料からもう明らかに違うなっていう。物が違ったね。伝わり方もすごいね、なんか。こういう感じになります。もう明らかに、皆さん分かったと思うんですけど、ビフォーとアフター、全然違うじゃないですか。どこをどう意識して、どう改善したかっていうところを、そうですよね。ちょっと豊丸さんにお伺いしたいなと思ってます。はい、細かいデザインとかじゃなくて、多分改めて3つあると思っています。はい、
1個目はね、まず話すことが単純に整理されてないんですよ。だから動画用に少しスライドを省いたりとか、調整してるから次にどのスライドが来るか分かんなくて話してるってのが一番あるんだけども、多分なんかどういうストーリーで何をどういう順番で話してるか、多分あんまりシュン君の中で整理されてない。一番それを感じたのは、この僕最初こう聞いた時に YouTube を始めたことと起業したことと就活をトピックしたことの前後関係が分かんなかった。まとめると、もともと東京コンプレックス東京にしたかった、でも金沢大に行ったから、仮面浪人して東京行きたかったけど失敗した、だから地方でもできる YouTube を始めて、最初はわけ分かんないやつだけど、だんだん自分の就活の体験に基づいて就活のトピックするようになって結果が出てきて起業したいと思ったんですよね。そこはね、まずね、シュンくんはですね、過剰編集だね。僕が一回今回資料作るのに一回シュンくんの話を聞いているんですが、シュンくんの話を聞いた上で、ざっくり整理した構成です。シュンくんがピッチする前にこれを作ってください。はい。で、シズさんも資料を作る機会があったら必ずこれを作ってから、パワポを触るようにしてください。はい。で、これは大前提、パワポとかスライドっていうのは、所詮、ストーリーをわかりやすくするためのサポート役にすぎない。うん。極論さっきのシュンくんのプレゼンって、俺資料なんかと喋れるわけ。うん。僕は福田俊と言います。もともと金沢出身です。東京に行きたかったので、早稲田仮面浪人しました。でも、データがあったんで、地方の時 YouTube 始めました。言えるわけですよ。うん、それは別に伝わるじゃん、うん。それだけだと伝わりづらいから、ビジュアルを作ってる、うん。ビジュアルから作るとわけわかんない。確かに。口頭説明だけで、できる説明を作ってから、それをサポートするために何が必要かっていう考え方で、それを作ってください。はい、なるほど。で、整理するとこうなのね。仮面浪人したけどダメでした。うん、体残りました。地方でも YouTube 始めました。いろいろやってたけど、就活無責任のことしては就活になって、就活になって結構伸びた。というのが、要はなんか挫折のパートだよね、うんうんうん。で、起業のパートに行くわけですよ。で、就活チャンネルやってる中で、自分自身が主体的に行きたいと思って、それで増やしたいと思いました。だったら、就活やってるけど、就職しない方がいいじゃん。会社作ろうって思って、頑張ってお金集めて、めちゃくちゃ頑張ったら、めちゃくちゃ伸び、でかいチャンネルになりました。で、今ではこんなチャンネルになってて、こんなコンテンツ出してて、なんか授業のバックなんかもありました。っていうのが、今の話でね。で、未来の話になるわけですよ。で、今後未来の話をしようとすると、大体世界見てます。めっちゃでかい市場を見てます。で、まずは今めっちゃ伸びてインドを狙ってて、もうすでにインドのチャンネル買収しました。で、将来はこんな世界を作って、キャリアの未来で世界を作ります。っていうのを話してるわけです。っていう、これがあれば、極論の伝えがなくても伝わる。これがないと伝わらないので、これが重要です。台本を文字で作ってください。それが一番大事なところですね。はい、スライドのデザインは二の次です。はい、やったことなかったですね。要ざっくり言うことが決まった上でスライドの話に行くと、シュン君はですね、スライドぐらいでなんとなく作ってますね。うん。なんかとりあえず使いそうなものを載せてキュレーション。だってさ、東京コンプレックスっていう文字とこの仮面浪人体験者のサムネの関係性はよくわかんない。確かに東京コンプレックスって言うんだったら多分金沢大と早稲田の関係性を見た方がいい。だから今回新たに少し画像素材をもらってあげて、東京っぽいビジュアルで東京行きたかった、でも早稲田なんだけどこれ、早稲田行きたかったけど、金沢戻ってきましたっていうのと、でここで使う意味があるんですよ。地方でもできる YouTube を始めて、当初はいろいろやってましたっていうことを言うためのスライドだから、そこにそのいろいろが伝わるビジュアルがある、その一つとして、仮面浪人体験談があるのがいいわけですね。なるほど。っていうふうに、このスライドによって何を言わなきゃいけないのかっていうのを明確にして、それを伝えるために必要な情報、ビジュアルが何なのか、それだけを伝えるっていうふうにすると、話してる内容とビジュアルとか一致して分かりやすくなる。シュン君とかは、スライドで話すことが決まってないから、多分話すたびに内容変わってるでしょ。うん、ちょっと変わってますね。そう。毎回その場で借りない。気分で言って。気分で話してるから、そのスライドを見せながら話す内容が変わってるわけね。確かに。これを一定決めてあげれば、このスライドを話すのはこれだよねって分かっているから、もし順番を変えたり、スライドを一番省いたりしても、あ、このスライドできたらこの話するなって分かるから、あんまりプレゼン。なるほど。だから俺とかプレゼンの練習してないわけ、今回。でも、このスライドでこういうこと言いたいなっていうのが頭の中にあるから、別に練習とかしなくても、あ、このスライドできたらこの話しようっていうのが分かる。言いたいことが先にあって、そのサポート役としてスライドをするから。言いたいことが先にあれば、必ず必然でそうなる。ですね、だからこの辺のコンテンツは逆に今回事前に主婦にもらって作ったんですね、うん、そうだからこの辺のだから、元々のスライドにはこのだから仮面浪人体験談のサムネとこの初々しい俊君と、うん、
あと今の旬対決じゃなかったから、うん、このさっきのこの話をこの流れをしようとすると多分そのもともと YouTube を始めていろいろやってたっていう話と就活がむずすぎて動画にしてたっていう話がないと話がつながらないなと、うん、だからそこのビジュアルをもらいましたってことですね、はい、っていうふうにみんな言いたいことがちゃんと情報として整理するできれば必要なコンテンツが見える、うん、載せるべきコンテンツいらないコンテンツが見えてくるからやっぱりこの人だけ大事っていうことですね。確かに、はい、で3つ目はこれも一緒か説明してることに関係ないコンテンツを載せたりするんだよね、うんうん、このスライドとかって結構情報が多いわけですよ。うん、確かに。で、多分、シュン君さっきプレゼンした時に、大きく3つコンテンツがあるじゃないですか。うん、でこのうち多分、シュン君がさっき口頭で説明したのって多分でも本当に僕わずかな部分。確かに。ね。で、このぐらいなんかこう情報が多め、ある程度情報があるスライドって、あんまりピッチにはいかない。ですね。今回ブラッシュアップした方で言うと、このスライドがある意味、左側なわけですよ。なるほど。数字をバンバンバンと見せて、すごい、強いですよね、うん、っていうのと、まあ、いろんなビジュアルがあって10分で学べていろんなトピックがあるっていうのを、まあ、1枚ずつで示していて、うん、だからこのスライドではこれを言いたいっていうのが明確になってるから、載せるべきコンテンツを明確になっているんですね、うん、であとこれも説明に関係するコンテンツじゃないって話に近いんだけど、うん、例えば今回作ってるスライドってあの PDF にして資料だけ見ても分かるんですよ。こちらに事前にあのバラマツにだけ送った時もバラマツ言ってたんだけど、資料を見るだけ分かる。へぇー。そう。なんで分かるかっていうと、うん、説明する内容が書いてあるわけ。確かに。金沢大に進んだけど東京コンプレックス。早稲田に憧れてカメラ浪人。不合格。地方でもできる YouTube 始めた。就活難しいから就活にシフト。って分かるじゃん。これ、俊くんのやつはどうかっていうと、分からんのよ、これが。東京コンプレックス。全然うまくいかない就職活動、旬ダイアリーの構想、旬ダイアリーの話を、つながらない、就職、これ突然就職しない方がいいんじゃないかって言いやすい。ここはまあいいんだけどさ、で初めて、まあ、ここはつながってないんで、初めてお金を稼ぐ、これはお金を稼ぐ動画なのかちょっとわからなかった。確かに、全然関係ないそう。あとこれも何も書いてないから、人がいっぱいいんだぐらいしか思わないんですよ。確かに。っていうふうにこの、文字だけを拾い読みしたときに、なんか、わからない。そう。ね、そう。ピッチを聞いてる側も、シュン君の言葉にめっちゃ集中して、自分の中でその情報を整理しながら、解釈しながら聞かなきゃいけないから、めっちゃ疲れる。だから分かりづらいな。そうやって、その一番重要な部分だけ、そこだけ読んどけば分かる文字を端的に書いておいてあげると、まあ、そこだけ見れば分かるから、伝えやすくなるんですよ。っていうのを意識してあげるっていうのも、その言いたいことをちゃんと書いてあげるっていう話に近いですね。はい。で、あとは、まあ、細かいテクニックというか、まあ、この、ね、あの、もともと東京コンプレックスだったのが世界コンプレックスに変わってるっていう話になると、例えば同じ写真を使ってあげるとか、あと、こう、なんかこう、広がっていく様子をアニメーションを使って示してあげるとか、うん、まあ、インドだからインドのアニメ使ったりとか、まあ、いいなと思った。あの、これはこれ、パワポじゃないとできないんだけど、はい、パワポの辺、画面切り替え変形っていう機能で、まあ、これ、もともと、シュン君はこキャリアかけるコンテンツで考えてたところに、グローバルが加わったっていう概念を話したわけですよ。うん、だから、そこのなんかこう、新しく概念が加わったっていうことを示すためにアニメーションを使ってあげたりとか、まあ、これは結構なんか、ね、この図形とかどうやってパワポで作んねんって話なんだと思うんだけど、まあ、あの、ね、めちゃくちゃ情報が散漫するところを、こう、アニメーションで、これ作って、これ作って、これ作って、こうなるっていうのを、まあ、アニメーションも含めて示してあげるっていう感じですね。まあ、この辺はまあ、でも、所詮、ちょっと小手先っぽいテクニックなんで、一番大事なのは、まず、箇条書きで言うことを整理してあげるっていうことと、うん、各スライドで何を言うべきかっていうのを決めて、うん、それに必要なコンテンツを、集める。逆に言うと、いらないコンテンツは載せないっていうことと、うん、まあ、これはほぼイコールなんだけど、そのスライドで言うことをちゃんと書いてあげる。うん、だからこれが、書きすぎるとやっぱりノイズになっちゃうから、一番言いたいことを端的に一言で書いてある、うん。で、その文字だけを拾い読みすれば、PDF 化されても意味が分かる状態を作ってあげるっていう風にすると分かりやすくなると思います。その通りだと思います。でも本当そうだね。一番大事なことはその伝える上でのストーリー作り、そうそうそう、整理整頓っていうところが一番大事なんだなっていうのを改めて思いました。そういうことです。その具体に入る前に抽象で方針を決めてから具体に落としていくっていうのはどんな仕事も大事だよね、うん、戦略決めてから戦略考えるみたいな話と一緒です、うんうんうん、側から入っちゃダメってことですね。そういうこと。人生だパワポは。
え、じゃあちょっと視聴者の皆さんが明日から使えることとしては、うん、もうそもそも最初の設計のところでパワポからやらないっていう、ね、おっしゃる通り、そこが一番大事。デザイン的なあれはそんな大したあれじゃないですよ。確かにどうしてもデザインから入っちゃうけど、そこじゃないっていうことですね。で、あとね、次大事なのが書を作るっていうことで、書、はい、うん、まあ、要は一番最終的にこのピッチで言いたいのは、旬ダイアリーすごいビジョンを持って頑張ってます、動いてます、応援してくださいっていうことで、うんうんうん、その上で俺はこれ今回挫折起業未来っていう書を作ってます、うん、ポイントは3つあります、はい、あるいはゾーニングっていうんだけど、今から3つの話されるんだなって思った上で、あ、今1つ目されてるな、2つ目されてるな、3つ目されてるなっていう風に全体像と現在地が分かると全て分かりやすくなる。で、ピッチも一緒で、シュウ君の話はなんかこうあっちゃこっちゃいいから今どこの話でしょうかってだから、まあ今回はそんなに明確には示してないんだけど、自分の頭の中でまず挫折パートだな、で、次企業パートだな、で、最後未来パートだな、ちゃんとパートを分けて情報を作ってあげる。この箇条書きを作る前に挫折、企業、未来の3つで作ろうって先に決めた方がいい。常に大きいところから作る、大きい、抽象的なところから決めていく方が分かりやすいです。よく話してるうちに他のことも思いついちゃってそのことばっか考えちゃって話しちゃいます。そうね、どうすればいいんですか。仕方ないんですから。なんか、まあ一個は数だと思うよ。特にまあピッチに関して言えば、うん、例えば練習した方がいい。ああ、確かに、うん、もう言ったからシュックみたいなタイプは多分一回スクリプトガチガチで決めた方がいいかもしれない。俺って基本的にスクリプトガチガチに決めるのはそれおすすめしないんだけど、なんでかって僕は言葉が締めから意味を持っていて、そのこのスライド言うのはこれだなっていうのをざっくり決めた上で、なんかこうお客さんの反応とか、その場の雰囲気でちょっとアレンジした方が、まあ、ピッチって面白くなると僕は思っているので、台本ガチガチ決めるのは僕はやらないんですが、シュー君は一回ガチガチ決めた方がいい。で、その通りに喋るってことをやった方がよくて、例えばね、ピッチで一番最初に、じゃあまず自己紹介の方から進めさせていければと思うんですけど、インスタで。あのね、なんで見ない？確かに。ノイズだから。確かに。まず自己紹介させてください。私、福田俊と言います。ノイズですよ。もう、一旦操り人形になります。そう。だから、俊君のピッチは多分一回その方がいい。で、録音してみた方がいい。で、すると、なんか、とか、ということが、なんだろう、こうだな、みたいな、余計な言葉がすごい多いから。短く切るっていうふうにした方がいいから。あ、ということで今回アドバイスいただいた豊丸さんの YouTube チャンネルを本格的に始めるっていうことで、下の概要欄にあるのでぜひフォローしていただけたらなと思います、はい、より詳しいパワポの作り方であったりとかを扱っているので、はい、より詳しく知りたい方はぜひ登録の方をお願いできたらなと思います。今日のこの資料もね、今日割とこう概念的な話が多いだったんですけど、より実用的な、はい、このピッチを作る時の話をちょっと説明しようと思ってますので、はい、ぜひ登録して待ってください。お願いします。お願いします。ということで、めちゃくちゃ普通に動画とか関係なく助かりましたパワポを作る機会はこれまで大学とかでもあったんですけど、はいはいはい、こうデザインだったりとか、うん、パワポを作るためにこういう順番があるっていうことを教えてもらう機会って今までなかったので、うん、勉強になりました。ありがとうございます。こんな違うんだって分かった。いや本当にちなみにこのパワポは全部僕が作ったわけじゃなくて、ベースは今僕の会社の資料作を手伝ってくれてるインターンの久保田君ですね、4年生の学生さんにベースを作っていただいてるんで、すごい。だからもう1個下とかの多分学習さんも作れる、すぐ実践します。そうね、まあまあやればできるでしょうですね。舐めてた正直なんでこれさんのことを舐めてた。舐めてたこういう真似やるじゃん絶対チャンネル登録しますもんということで、皆さんもぜひお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトでは、その企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機が参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。